藤真希子が FM802 からお送りしていますアップビートです。この時間スタジオにお迎えしたのはお久しぶりのこの方です。声聞かせてください。あいみょんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前リモートだったもん、ね、そうですね、リモートです。アルバムの時でしたけれども、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。あの時ね、そういえばね、リモートになったのがコロナ入って結構すぐの 9月か、はい、とかだったと思いますけど、はい、黒酢を、健康のために黒酢を飲んでるって飲んでます。あ、続いてる。続いてます。あら、素晴らしい。はい、あの黒酢とか、リンゴ黒酢、リンゴ黒酢とか、うん、いろいろやってる。まだ飲んでます。どうですか調子は。でもめちゃ良さそう、元気そう。あ、ほんまですか、うん、でもなんかあんまりよくわかんないですけど続けてますね、まだ、まあ、もはやもはやあれでしょう、習慣。そう、習慣みたいな感じになってきました。もはや習慣。元気にしてました。でも元気です。なんかなんだかんだ、まあでも結構やっぱライブも、まあね、そうね、ツアーもあったし、そう回らせてもらってたので、うん、結構音楽は止まらずにやれてたなっていう感じはありますね。そうですね、はい、なんかいろんなとこ、 もちろんこう映像とかもいろんなとこ見てても、ツアーもやってんなとか、はい、元気に忙しくしてるんだなっていうのはなんかね、うん、ありがとうございます。思ってました。そしてですね、8月にリリースになった最新アルバム「瞳へ落ちるよレコード」ですけど、802でも本当にあの、はい、いろんな曲をお送りしてますけれど、いやでもなんか今回改めて思ったのはですね、あいみょんの目の付けどころの面白さみたいな、嬉しいです、ものにやっぱ面白いなと思って聞いたんですけど、例えばあの、あ、初恋って思ったよりも近くでいるんだみたいな、 あの感覚とか、はいはいはい、あとあの宅配ボックスっていうモチーフはいつから心の中に置いてたんだろうとか、いろいろ気になりましたけど、はい、どういうとこから生まれてきたの？例えば初恋がその辺にいる、見てる。そうですね、でも大体だから結構お家におる時にもひらめくみたいなことがほとんどなんですけど、うんうんうん、で初恋が泣いているはなんか結構ベランダが大好きで、なんかベランダで電話するのが好きなんですよ、お母さんとか妹とかに、お姉ちゃんとか。なるほど。もう缶ビール持ちながらみたいな、うんうんうん、がすごい好きで、なんかベランダ好きやなと思ってこう眺めるのも好きで、部屋から、うんうん、で見てた時になんかこうふと電柱にぶら下がっている初恋っていうそのピンクのなんか物体みたいなものが、胸に初恋って書いてあって、あ、待って、胸に初恋って書いてあって、そのなんかピンクの謎の物体がぶら下がってるっていうイメージのようなものが見えたんですよ、うんうん、そっから作りましたね。だからもう1行目はもう、曲の1行目はもう丸々その見たものというか想像にしたものをっていう感じでしたね。そう、なんか初恋がそばで今の私見てたら、いや、なんか背筋伸びるわってちょっと思ったもんね。そう、そういう結構生活の中でふとっていう、宅配ボックスとかはもうほんまにこう宅配ボックスが開かなくなったことがあって、うん、それがきっかけですね。これ何入ってんのかなってなったの？いや、でも入ってるものは分かったんですよ、多分あれが届いてんなみたいな。そう、分かってて、で、開かなくて、うん、あれみたいな、うん、ってなって、まあもちろんそれはもう全然あの業者の方来ていただいて、うんうんうん、開けたんですけど、うん、なんか数日過ごしてる時に、なんか宅配ボックスが開かへんことが、なんかめちゃめちゃ開かへんかったことがなんかずっと引っかかっていって、曲にしようっていう感じでしたね。全くこう変えて、で、あの話を変えてっていう。おもろい、おもろいおもろい、いただきました。本当に面白い。あの自然と結構あのあいみょんはこう歌詞と詞とメロディーが一緒に出てくる、はい、それが自分の中のとても自然な感じだっていうふうに前、そうですね、言ってたと思うんですけど、はい、今回こうアルバムでなんかかけてよかったなとか、はい、よう出てきたなこの声、あ、なんかそういうのはなんかないですか？でもいっぱいあります。いっぱい教えて教えて。でもその宅配ボックスの曲3636やと、うんうん、幸せの味付けを調べてみたんだけど、うん、それぞれのさじ加減らしいからさっていう歌詞があるんですけど、 ね、それはなんかよしって思ったかも。どこだった、はい、どこだったとか、うん、結構一曲一曲ありますね。君の心とかの、はい、あの闇の角を取ってっていう優しい音だけの世界でとかいうのは、なんかその日本人でよかったなって思う瞬間でもありますね。なんかやっぱりカタカナとひらがなと漢字を使い分ける人種じゃないですか、はいはいはい、やっぱりこう幅が広いと思うんですね、表現のそれだけ、うん、
なんでやっぱ漢字って面白いなってすごく自分でも思う瞬間でもあります。今のところ君の心とかも聞いて今思ったんですけど、はい、その歌った時の語感の良さとかハマり方ももちろんあると思うんですけど、はい、漢字ってなんか見た目もすごい大事じゃないですか。そうですね。歌詞がこう書かれた時の君の闇の門を取ってってすごいね、うん、見た目にも綺麗なんですよこの一行って。ありがたい。なんかそういう見た目もなんか大事にしてます。そうですね。なんかこうやっぱ歌詞カードめっちゃ大事やなと思っていて、例えばこう段落とか段落とか、はいはいはい、もうめっちゃ気にしてますね。あ、鍵括弧ここはつける、ここは丸をつける、うん、はてなびっくりマーク、うんうん、っていうのはめちゃめちゃ意識してたりするので、読み物としても楽しんでもらえるものになればっていうのはすごく毎回思ってますね。なるほどな、はい、でもなんかポロンってやって出てくる段階でそこまでは見えないもんね。難しいですね。見えないです。そうだよね。そう、まあ携帯にこうやってメモ帳にバーって書いてはいるんですけど、でもやっぱそれでもなかなかイメージはしづらい時はあるんですけど、だから結構その歌詞カードにするときにやっぱり漢字をひらがなにしようとか、あ、なるほど、そういう変え方はありますね。なるほどな、はい、いやなんかこうやってお話しするたびにちょっとずつなんか秘密がわかる感じがして、よかったです、うん、面白いですね。よく眠る前に唱えてることまだあります？悔しいなとか、例えばだけど。あー、悔しいなもありますし、でもなんかどっちかというと最近なんか唱えてるともなんか祈ってるに近いですよね。なんかこうもうほんまに明日晴れますように、晴れますように、晴れますようにとか出かける予定があったりとか、うん、逆に雨降りますように、雨降りますようにとか、雨降りますようにってなんかこう、うん、あるじゃないですか。なんかそういうのとかはありますね、寝る前、うん、あります？唱えること。いやもう寝坊しないように、寝坊しないように、そうとか祈りですよね。それは祈りだねとか、うん、あでもあとテレビとかの生放送が例えば次の日あった時に、うん、ニキビできてませんよ、ニキビできませんよ、に朝起きてニキビできてませんよね、肌荒れてませんようにとかなんで朝急に出てくんねんってやつですね。そう、ほんまに朝に、ね、昨日まで調子よかったのにみたいな時あるじゃないですか、ね、結構祈ってますね祈る、そうこれはね、これ尽きないやつです、トークがでは宅配ボックスのね、下りもさっきありましたので、はい、この曲をお送りしようと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、あいみょんで3636。 FM802 アップビート、今日この時間はあいみょんをお迎えしてお送りしております。3636、お送りしました。宅配ボックスね、はい、いやもう家の宅配ボックス見るたびちょっとふっと思い出すでもそういうの嬉しいです。なんか思い出すね。そうあってほしいなって思ってリリースの時思いましたね。なんかみんながこう街の中でも最近宅配ボックスあるじゃないですか。そうですね。なんか見るたんびに思い出してくれたらいいなと思いました、ね、なんかあの中に思いがあんのかとか、なんかさ不思議な感覚なんだけど、でもそういう新しい感覚をもらえるのもこう音楽の素晴らしさだなっていうこともなんかすごく思いましたね。いやもう本当でもアルバム面白かったんですよね。例えばあの桜が降る夜はとかはこれぞちょっと前からこう続いているあいみょんな曲だなって思ったりもするのに、はいはい、その次のガラッとカラー変わるペルソナの記憶であれこれぞあいみょんだっけなってまたいろんな顔どれもあいみょんで、それが全部ちゃんとあいみょんのものとして音楽になってる感じっていうのが今回すごく強く感じたとこだったかな。楽しかったですね。いろいろ作ってると、うん、そのいろんな、あ、私こういうのも確かにあったな、うん、こういうのもできるなっていうのをいろいろ発見、自分でもやっぱ毎回発見ありますし、うんうんうん、作っててめちゃめちゃ楽しかったです。今日はね、これは一個だけはもうこれは聞こうと思ってたんですけど、はい、歌詞の中にありますけど、人生という名の死ぬまでのエピソードとありますが、はい、あいみょん今は何の章ですか？エピソード、エピソード、まあでも、うん、エピソード27、もう年齢で、うん、年齢でどう、エピソード27はいい章？そうですね、うん、充実してますし、あ、なんかやっぱり大人になったんやって思うことがやっぱ27歳になると思いますね、うん、何？例えばなんかもう行くとこが増える。ちょっと待って、まだわかんないなんか私これはそう、年取れば取るほどなんか行くとこ増えません？あ、皮膚科とか歯医者とかなんかわかります？そう、なんかあ、また美容院行かなあかんとか、わかるわかるわかる、その手かけるとこ増えるじゃないですか、うん、メンテナンス
だからああ絶対行かなとか、なんか行くとこ増えるわって思う、うん、カード増えてくよ。そうカードも増える、財布パンパン お札でパンパンなんじゃないですからね、あれ。そうね、カードね、スタンプカードとかでパンパンなんやから、行くとこ増えるわメンテナンスって思っちゃんって思ってます最近。そんちゃんこれからもっと増えるよ、やばい大きい長財布に変えようかなそう27章そんな感じです。なるほどね、はい、27章行くとこ増える、覚えとこ、行くとこ増えんでって。20何章はどうですかってまたいつか聞きます、はい、行くとこ増えましたもう同じこと言うさあそしてですね、もう行くとこ、もうこれ決まってる行くとこです。そうですね、はい、行くとこ、いよいよ来月です。甲子園でのワンマンライブが待ってます。はい、あいみょん弾き語りライブ2022サーチライト in 阪神甲子園球場、11月5日土曜日、もう言ったように阪神甲子園球場です。もう決まった時にもうみんなやったみたいな、やっぱり関西のみんなはリスナーさんもねなってました、なってたよ。そうだって、あの発表してすぐあの電話802で、あ、そうそうそうだ、それは私、そう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 、そう反応はね、お知見さんに電話したみんなマジかっていう感じは、特別なライブが来るぞっていうのはみんなすごく思ってますけど、準備が詳しくこうグーッと詰まるのはこれからな感じかな。そうです、今はでも、うん、もちろん曲も、うんうん、あのね決めながらって感じですし、うんうんうん、あとグッズとかもそうですし、ね、周りどんな風にこうじゃあ甲子園の駅盛り上げようかなとか、いろいろこうスタッフさんと話しながら、うん、あのやれることをいっぱいなんかやっていて、うん、めっちゃ楽しいです、ね、野球モチーフのいろいろとか出てくるの。そうですね、やっぱそうなりますね、なんかイメージはしちゃった。逆にそれなかったらおかしいですもんね、うん、もうみんなの想像通りやと思います逆に言うと、うん、そうで、もう私のライブがもちろんメインなんですけど、うんうん、なんかやっぱなかなかこうきっと西宮に来る機会とかって、そうですね、まあ、野球ねあるので野球かなって感じですけど、うんうんうん、だからせっかくやったらね、うん、西宮もすごく楽しんでもらいたいなと思ってるので、うんうん、あいみょん西宮マップとか欲しいですもん。あ、でもそれもねちょっと考えてますよ。あ、欲しい欲しい、やっぱ私がここで告白されたことありますとかいうマップ、めっちゃどうでもいい、どうでもいい、いやどうでもよくなく、なくないよ、知りたいよ、どうでもいいマップ作ろうかなと思って、へーって言って写真ピッて撮ってとかよく行ってたお店とか、うんうん、そうですね、うん、とかもだからライブだけじゃなくいろいろ楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。そうですね、はい、ほんとそう思います。なんかお祭りになるんだろうなと思って、うん、阪神電車結構使ってたんですか。もうもろ使い、やっぱそうなんだ、もろ使いって言葉ないですよね一番使ってた路線、うん、一番使ってますし、それこそ甲子園球場の前の前 の甲子園駅、はい、めっちゃ使ってたので、だ不思議ですね、なんかあの電車が、うん、きっとその当日そのライブに来てくださる方がほとんどが使うわけじゃないですか。使うはずです。そう、電車で行く場所じゃないですか。電車で行く場所、甲子園で。そう、私もやっぱちっちゃい頃その阪神と巨人戦あった時に、はいはいはい、もうめっちゃわっちゃわちゃになるじゃないですか、うん、電車の中がこう、そうだね、ぎゅうぎゅうになりますね、ぎゅうぎゅう、あの感じとかもなんか忘れられへんなと思っていて、その光景を自分のファンの子たちで見れると思うとこんなにエモ でも想像ですけど、なんか想像だけでもなんかめちゃめちゃすごいなって思っていて、ね、楽しみで仕方がないです。いやー、どんな一日になるのかな、うん、なんかきっと雨降りませんように、雨降りませんように、雨降り、いやそれだけは全員で祈りましょう。確かに確かに確かに、そうなんか出る前に、野球好きの人とかは甲子園は行ったことあるかもしれないけど、はい、甲子園球場ってめちゃめちゃ綺麗だから、綺麗、それも楽しんでほしいですね。そう、空がね抜けて見える、ね、大きい建物が周りにないので、うん、結構空抜けて見えますし、そうそうそう、みんな寝る前に祈っていただいて、そうそうだ、唱えていただいて、はい、そうそうそう、降りませんように、降りませんように、降りませんように降りませんように、ニキビもできませんように、ニキビもできませんように、私ニキビできませんように当日ね、当日の朝ね、そうそうそう、できませんように、ほんまに祈ることいっぱいです甲子園に向けて。そうだな、そうなんです。いやでもみんな楽しみにしてます、私も楽しみにしてます。ぜひぜひ。11月5日土曜日、阪神甲子園球場でのライブです。では最後にアルバム瞳へ落ちるよレコードからもう一曲お送りしようと思うんですけれども、はい、じゃあ27章という返事が返ってきた、はい、愛を知るまではにして、ぜひ今日はね、ありがとうございます、はい、お別れしようと思います、はい、FM802 アップビート、今日この時間はあいみょんお迎えしました。どうもありがとうございました。